4機の照明に火が入りました。味の素フィールド西ヶ丘です。第88回関東大学サッカーリーグ戦、西ヶ丘で行われます第2試合になります。専修大学対早稲田大学の一戦です。まもなく前半45分が始まろうというところです。左にエンドを取りましたのが専修大学、そして右にエンドを取りました早稲田大学。その早稲田大学のキックオフで前半45分が始まりました。ここまで首位を走ります専修大学、そして3位につけています早稲田大学の一戦、スローインとなりました。北出がボールを運ぼうというところですがブロックしました。4番の金沢、スローインになって増田が入れます。宮本が押し上げる。しかしこのボールを星野から北爪、中川です。前にいます北爪には通らず奥山が押し上げる。上方中央に押し上げていくというところですが、今度は逆サイドクロスを上げてゴールキーパー触りますが、今度は逆サイドから上方が堀田、ここはゴールキーパーキャッチしました。宮本、中川がここはマークして分一旦押し上げます。そして今度は堀田中央に運びますが、近藤隆が追いつく。ここで前半終了です。両チームともお互い攻めのチャンス何度かありましたが、結局前半ではゴールネットを揺らすことはありませんでした。前半終わって0対0となっております。前半は無得点に終わりました両チーム。これから後半45分が始まります。エンドが変わりまして、右から左に攻めますのが専修大学、左から右に攻めますのが早稲田大学です。後半は専修大学のキックオフで、今後半45分が始まりました。なお両チームとも後半スタート時の交代選手はありません。前半と同じメンバーで後半スタート戦います。まずは早稲田が攻め込んでいこうというところ。今仙台、押し込んでいきますが早稲田が頭でつないでいく。しかしまた星野がボールをキープ。中川倒されてファウルになります。エリア内で倒されまして PK です。後半開始早々中川がエリア内で倒されて PK、 その中川が蹴ります。中川のペナルティーキック決まりました。先制は専修大学。後半の5分、エリア内で倒された中川が PK、 その中川が決めて先制しました。PK という形で均衡が破れましたこの試合。
早稲田が追いかける展開になります。1対0と仙台がリードしました。スローインになりまして早稲田です。佐藤純喜上がる、左サイド抜ける、田中慎之助がクロス上げていく、ゴール前決まった。折り返したところ、北一がうまく合わせました。専修大学追加点、これで2対0になります。手元の時計で後半22分、専修大学がリードを広げます。ボールを入れます。中央を取りますが、ディフェンスクリアする。しかし拾い直せるか。前に送ります。小口、ここでクリアする。佐藤純喜が追いかけるが、ゴールキーパーの松田出てくる。しかしここはシュートを奪っていく。決まった。3点目が入りました。専修大学、決めたのは11番の前澤。ゴールキーパーが飛び出してボールを処理したところ、その松田のパスが前澤に回ってしまいました。ゴールががら空きになったところに前澤が落ち着いて決めて3対0。距離はありましたが難なく決めました。なんとか前にいます田中、ここは福島対応する。ここで試合終了、3対0。専修大学が勝ちまして首位を守りました。この前の試合で順天堂大学が勝ちまして、一旦は2位でした専修大学。この試合で勝ち点3を積み上げまして、これで勝ち点34と、あ、失礼した、勝ち点26となりました。後半に3得点、専修大学のこの代名詞でもあります攻撃力がこの早稲田戦でも爆発しました。3点を奪ってがっちりと首位を守った形になりました。専修大学対早稲田大学の一戦は3対0で専修大学が勝利を収めています。Thank you.